気流タイムスとは、株式会社気流タイムス社が発行する、有観視である。群馬県東部にある、気流市、緑市、よび、大田市やぶ塚本町地区を発行エリアとする。同地域の行政、事件事故、イベントなどのニュースをきめ細かく取材、報道している。読者投稿の、何でも、ダイヤルや、出生と、お悔やみを毎日掲載する、名案よりなどのコーナーがある。 コラムは、臓器林。市長選、市議選の投開表翌日は、長官発行に切り替える。フリーペーパー事業も手掛け、桐生市、緑市向けの、タウン渡らせ、栃木県足利市向けの、ウィークリー両毛を発行している。群馬大学工学部で毎年秋に模様される、クラシックカーフェスティバルイン桐生を共催しているほか、年度末に桐生協定で、 気流タイムス杯を開催している。日本新聞協会及び日本地域市協議会に加盟している。1945年、新日本タイムスとして創刊。月3回発行。1946年、気流タイムスへ開九1957年、株式会社化。日刊となる。2001年、笠掛町役場近くに、広域市局を開局。 2004年新聞のサイズがブランケット版からタブロイド版へと変更。広域支局を閉鎖。2010年創立65周年で気流タイムス展を開催した。2015年創立70周年でウィークリー両毛を創刊。つご森博、玉木テラシの世界とキュートのデザイン展を開催。ありがとうございます。